そうですね、あ、はい、僕はですね前作の、シャドウハーツ1ですか、から引き続き、主人公のウル役を演じさせていただいてるんですけども、そうですね、前作から一番今今回違うのがアフレコの量といいますか音声の量なんですね。もう前作に比べてもう1万倍ぐらいあるんじゃないかと思えるほどの、セリフの量が入っておりますので、それもたっぷり時間をかけて丹念に収録しましたから、楽しいものになっていると思います。僕もやるのが楽しみです。でですね、この主人公ウルなんですけれども、なんて言いますか、声を張らないといいますか、気だるい喋り方を、する、まあ、主人公らしくないという主人公なんですけれども、これがですね結構最初の頃は、絵にね、ゲームの 3D の絵に合わせながらアフレコという形でやったんですけども、これがなかなか最初難しくてですね苦労したんですけども、まあやっていくうちにだんだんと慣れてきまして、もう最後はもう素の自分が喋ってるような感覚にまで陥ってしまうほど、集中してアフレコをやらせてもらいました。すごく何でしょうか、印象に残っている、大切な役員になってます。そうですね、前作のラストでですね、かなり主人公とウルとですねヒロインアリスなんですけれども、悲惨な人生というか、ね、悲惨な終わり方をしてしまうというものすごい作品だったんですけども、その続きで、今回はそうですね、ウルは恋人を死なせてしまい、そして自らも呪いを受けなんていう悲惨な状況から始まるわけですけれども、その中ですね、新しいニューヒロインはカレンという名前のかなりグラマラスな、女性でですね、気が強いんですけども、とても素敵な美人がですね、ヒロインということで、ウルとこのカレンというこの2人の関係がどうなってしまうのかというのをですね、自分でも、楽しみにしながらどうなっちゃうのか、ドキドキしながらやらせていただきました。はい、そうですね、このゲームのラストの方になるんですけれども、大ボスですね、黒幕との対決シーンです。これがですね、ウルがですね、もう大ボスですからね、もうなんていうか、すごい憎い相手なんですよ。もう憎くて憎くてしょうがない相手をと対面してですね、やっとその恨みを晴らす時が来たっていうのにですね、故ありまして、殺すに殺せない状況になっちゃうんですね。せっかくこう憎き相手をですねやっつけられるっていう時にですね、もうそういう状況になっている、その自分がですね、なんかもどかしくて悔しくて、本当にもういたたまれなくなってですね、もう床を何回も叩きながら「畜生畜生」って言ってですね、悔しがると言いますか、そういうシーンがあるんですね。僕自身もですね、そのシーンはアフレコやりながら、ちょっと目に涙が浮かんじゃったりなんかしながら、演じさせていただきました。かなり気合の入ってるシーンですので、ぜひともお楽しみ、はい、僕自身もですね、もうすごく楽しみながら、収録させていただきましたシャドウハーツ2ですけれども、そうですね、この主人公ウルの激動の人生、男の生き様をですね、ぜひ皆さんも体感していただければと思います。そしてクリアの暁にはですね、衝撃のエンディングが待ち構えておりますので、こうご期待です。以上、ウル役の高橋ひろきでした。